田真子です。今日の真子チャンネルは DIY です。はい、今回はリクエストでいただいた収納ケースを作ってみました。じゃん。学生さんがあのアメちゃんを持っていくときにカバンの中で散らばらない、そして見やすいケースを作ってほしいっていうリクエストをいただいたので、今回はこんな感じで考えてみました。アメちゃん以外にもアクセサリーを入れてこうお部屋に置いてても可愛いインテリアにもなるし、カバンでも散らばらないし、2段になっててすごい便利なので、ぜひ参考にしてみてください。今回のために買ったものと用意したものはこちらです。すべて100均グッズでできるので、ぜひそのやり方をご覧ください。マクチャンネルスタート。それでは始めていきます。まず今回使うのはこちらです。じゃん。ジョイント小物ケース、これはダイソーで見つけました。で、今回はあの散らばらずに見やすくっていうリクエストだったので、こう段ごとに分けたりとか、あと透明なので中も見えやすくていいかなと思って、こちらをちょっと使おうと思います。で、これは、こんな風に開くんですけど、例えばこれをもう一度使って蓋を外してこの下につけたりして、こう自分の好みの高さにできるんですね。なのでそれも便利かなと思ってこちらにしてみました。ではここからアレンジしていきたいと思います。まずはフェルトとチャコペンを用意してケースを裏に向けます。で、この円に沿ってこのチャコペンでこんな風に線を描いていきます。そしてサイズに合わせてカットしたものを用意してください。今回はこちらの黄色とピンクを切ってみました。では2つ開けてこの中に入れていきます。これはもし気になる方は接着剤とかで貼ってもいいんですけど、こう重ねて裏から見た時にちょっとその接着部分が見えたりするので、別になくても飾りとして私は入れるのでいいかなと思います。これはお好みでしてください。そしたらあとはこんな風に重ねて閉じて、こちらのセリアの転写シールを貼っていきたいと思います。これのやり方はこちらにも書いてあるんですけど、使いたい部分を切って、こちらを剥がして貼りたい位置にこんな風に押さえて、こちらの棒でこすっていきます。はい、こんな感じで好みの位置にシールが貼れたら OK です。では中にいろいろ小物を入れていきたいと思います。まずはリクエストでいただいた姉ちゃんなんですけど、こんな風にたくさん入ります。これはぎゅうぎゅうに詰めたら13個入りました。で、ちょっとしたアイデアなんですけど、上に例えば下を姉ちゃん入れて上にゴミ入れてもいいし、上にはまたこんな風に違ったお菓子を入れて、で、マスキングテープでこんな風にゴミを貼って蓋にピタッて貼ります。で、こんな風に閉じるとこうお菓子とゴミを分けれるので、捨てる時もこうピッて捨てやすいし、こうお菓子とゴミがこう混ざったりしないので、こういうのもいいかなと思います。そしてあとはお菓子以外にもこんな風にアクセサリーとかを入れても可愛いかなと思います。これだとお部屋のインテリアにして置いてても可愛いし、ぜひ好みの使い方をしてみてください。これで完成です。いかがだったでしょうか。今回はこんな感じで、じゃん、収納ケースを作ってみました。そう、ちょっと可愛いケースを見つけてさらにアレンジしてみたんですけど、アクセサリーも入れられるし、アメちゃんも入れられるし、参考になればなと思います。あと今回はリクエストでケースっていうのをいただいたので、こっちを考えてみたんですけど、こういうこのダイソーなんですけど、ポーチもガバッて開けられるので、もしこういうポーチで使いたいって方はこういうのもチェックしてみてください。探しやすいかなと思います。他にも池田真子のマコチャンネルでは DIY やメイクなど週4回アップしています。気になるのがあったら評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回は池田真子の100均 DIY 収納ケースの作り方でした。バイバイ。